こんにちは、バンビドウです。今回紹介するのは、こちら、プレバンから届きました、マロンエナジーロックシード&ジェネシスコアユニットということで、はい、プレバン限定の、マロンエナジーロックシード、外務外伝の、ナックル編ですかね、登場する、ロックシードになります。もちろん、外伝見ておりません。早速、表と上下セット内容、マロンエナジーグネシスコアユニット4個、くるみ、こんな感じですね。裏は別に何も注意ということで開けましょう。縛りではない。さあ、じゃーん。おお、ゲネシスコア説明書が入ってますね。説明書。梱包状態ではハンガーが開いています。開いてますね。はい。音声は何が入ってるんでしょうか。単体遊び書いてますね。1、ザック。俺はバロンのリーダー。あ、ザック。あら、カイトの声も入ってる。俺の名前はクモンカイト。チームバロンのリーダーだ。2回に1回。ザック、俺には守るものがある。てんてんてん。カイト強くなったな。俺は俺の良さを確かめるために戦う。踊ろうぜ。いいだろう。おお。またカイトの声も入ってるっていうのがですね、いいですね。あとはジンバーがですねできるわけなんですけど、クルミとあれでしかならないのかな。クルミないんですよね。はい、では早速ガミを開けます。おお、結構軽く開いたね。こちらがマロンエナジー状態ですね。おお、ピーチエナジーの形、ピーチエナジー持ってないんですよね。はい、クリアパーツ。おお、で展開をすると、はい、ピーチそのままなのかな、これ。よいしょ。あとは早速音声を聞いてみましょう。会場音。あれ？あ、すみません。電源入れてなかった。電源入れます。カイト、見ていてくれ。おお、これがすでに電源という。豪華ですね。では。かっこいい。ではボイスを聞いてみましょう。俺はチームバロンのリーダー、ザック。アーマードライダーナックルだ。2つ目、俺には守るものがある。犠牲を超えて戦う価値がある。強くなったな、ザック。俺は俺の弱さを確かめるために戦う。いいだろう。俺の名前はクモンカイト。お、チームバロンのリーダーだ。はい、これで全部音声出たような気がします。はい、もう一回。マロンエナジー。はい、続いて、付属のゲネシスコアユニットですね。まあ、ゲネシスドライバーは持ってるので、付属してるんですけど、はい、このような、はい、使うことはないかもしれんな。では戦国ドライバーじゃない、ゲネシスドライバーから。では電源を。ゲネシスドライバー。では
押しちゃった。ちょっとロッキーを思わせる感じですね。では、では2回、はい、では、戦国ドライバーに入れてみましょう。では、戦国ドライバーで、あら。戦国ドライバー。よし。では。切ります。マロンメラジーカーチ。2回、マロンメラジースパーキング。はい、では、ジンバー行きましょう。って言っても、くるみ持ってないので、オレンジ入れてみましょうかね。では、ゲネシスコアを入れますね。はい、では、あれ？あれれの、あれれの、あれれの、オレンジ、あ、こっちか。開けきれない。あれ、どこにやった。あ、え、こう、よいしょ。では、出ました、ジンバーマロン。では1回。では3回。
はい、ご視聴ありがとうございました。今回はマロンエナジーロックシード&ゲネシスコアユニットを紹介しました。それでは。